なんか狙っとるの。みんな白いね。なんで一人黒い子来た。日本と違うよな。綺麗か 4K だからな。こうやって1個どれぐらいですか。これ5万ちょっとかな。もうこれはほぼ YouTube の一系に使うやつ、ね、うん、そう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 。でももっと高いやつ使ってる人もいるよな。まあヒカキンとかはな、あれ30万ぐらいするな。GoPro っていうか、あの一眼レフカメラって言って、もっとごついカメラで撮ってるから、彼らは。フィッシャーズもさ、うん、フィッシャーズも高いから、PC かな。でもあの辺はみんないいやつ使ってんじゃないかな。やっぱ一流だしな。うん、毎日編集で、編集と投稿だからな。彼らあれのプロだからな。ダイヤモンドヘッドも綺麗だな。マジックボール、グリーンボール。はい。はい。I'll take a half a acai bowl, small. Yeah. Okay. That's all. うん。Ken. So it's gonna be $8. うん。
はい、なんだっけここ、カリーマボールで、普通の一番ベーシックそうなやつ頼んだ、うん、よくわからんけど一番上のやつ頼んだ、とりあえず、うんうん、スモールだけど結構ある、うん、結構ね、結構あるね、うん、じゃあどうぞ、はい、気合は、じゃあいただきます。アサイボールやな、あれがいっぱい、シリアルがいっぱい、うん、シンプルなアサイボールやな。うん、うん、うん、美味しいですか、うん、蜂蜜ですか、これなんだろう、それはココナッツじゃないですか、生ココナッツ、結構でかいね、ピュアココナッツみたいなのが出てきやすい、ココナッツフレーク、もう一個スプーン持ってこうか、うん、どれどれ、おいしそう、うん、うん、うまい、もうその、うん、カチカチのアサイじゃないところがいい、うん、うん、結構あっさり系だな、うん、ココナッツ、生ココナッツがうまい、うん、生かとか知らんけど、うん、いや美味しかった。バス停がね、目の前にあるからね、バス待ちにちょうどいい、確かに、ちょっとやっぱトイレしたいな。松本のとこ行っていい？はい、犬がいる、おとなしく待ってる、何もつながれてないのにすげえおとなしいじゃん、すごいな、よくしつけされてんな、うん、今日のヘッズです、最高だね、今日のヘッズいいな、眩しい、気持ちいいですね、うん、あ、木陰に入ると涼しいよね、うん、今日でも最近ちょっと湿度高いよね、雨が降ったからか、うん、どうでもないか、結構お肌とかは乾燥してるんだよね、うん、もうチュピチューン音がすごいんだよな、うん、ハワイはどこにいてもこのチュピチュピ音が聞こえてくるね、そしてこのカランカラン言ってるのは僕の水筒の氷の音ですなんかの音ではないですね、いいよ別に持たなくて、は、赤鳥、あ、びっくりした、赤鳥近いよ、倉庫行ってる間にカモゾーン、カモ見たい？見たい？見たいやろ、なんでさっきにジェスチャーの、喋らな、何しようかわからんじゃん、見た？見たいの？あ、いたいた、好きなんじゃん、カモ、カモいいじゃん、カモはね、ハトが嫌いなんやろ、ハトは苦手です、まあ、俺もハトはあんま好きじゃないけど、あー、カモ泳いでるね、なんか入ってる人がいる、掃除でもしてるのかな、何これ、よく見たら穴が開いてる、
これ何イミテーションもしかして。これでも岩だよな。切り取ったんかな、ここ岩をくり抜いたんか、うん、すごいな。って言ってる間にカモが来た。あ、近くまで来た。あ、かわいい。あかわいいな、カモって。かわいいカモ。食べたくなるな。ん？あ、来た。なんだろう、出てる水の方が新鮮な。あれ、つがいだよな、絶対。色が違うもん。色違うね。うん、あ、ケツ出してる、かわいい。お尻丸出しや。方向的にちょっとあれだったね。うん、餌でもいるのか、餌でもいるのかな。えらい首突っ込んでるね、鶏。うん、いいな、カモをめでるのが一番楽しいな。グエ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 、あ、逃げられた。グエ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 、コココココココ。お兄さん邪魔になるからどっか行こう。さっきからお兄さんが消毒剤のようなものを撒いてる。調べてる、うん、どこに連れてってるの。ダイヤモンドヘッドより、あ、ここ水しぶきがすげえ。ヘッズより、うん、うん、冷たい、冷たいよ。何が冷たいの、しぶきが。しぶきもだし、向こうの、なんていうの、海の海水がこっからジョコンと海から入る新しい海水が冷たい。新しい海水、それって大丈夫なの。まだ新しい海水循環しない。まあそうなんだけどさ、ほら、みんなのエキスが、そう、逆にこっちのエキスが、うん、こっちのエキスが濃縮されていくから、どんどん、いやね、薄くしていかないと。先生、そういう大竹さん的な潔癖なとこある。ヘッズが見たい。ヘッズ。うん、任せあれ。あ、ヘッズ見えた。うん、あー、気持ちいいな。猫か。だいぶ移動してまいりました。あんまり強く押すと良くない。あ、重心を右に傾けとるから、ね、そうだな、はい。何してるんですか。今お金を補充するんですけど、うん、僕らこの銀行で、うん、もう300ドルパックってのいつも買うんですけど、うん、これがめっちゃピン札なんですよね。あ、もうピンピンなんですよこれ、うんうん。で、このままだとめちゃくちゃ使いにくいもんで、うん、必ずこう、うん、潰してから、うん、最初この、うん、やる、こうやるのめっちゃ抵抗があった。私でもこうしてから財布に入れないと、うん、使うときも全然使えないよね。あの、重なったままで、うん、剥がれないっていう時があって焦るから、うん、この方が断然使いやすくなる、うん、そのたまに質問もらうんですけど、うん、お金どうしてますかって。お、どうしてます。このさ、銀行でもらえるっていうか、換金できる、うん、US300 ドルパックっていうのをよく使ってるんですけど、これがね、うん、50からなんですよ。ちょっと近づこうか、うん、100が入ってないんだよね、うんうん、で100がね、まあ過去の動画でもいろいろ言ってると思うんだけど、うん、めちゃくちゃ使いにくい、うん、うん、僕は嫌なんですよ、100ドルが入るの、うん、で500ドルパックと300ドルパックと100ドルパックってのあるんですけど、うん、500ドルパックを選ぶと、うん、100が入ってるね、100が入る、1枚か2枚入ってくるんですよ、うん、で300だと100が入ってこないんで、300をだいたい6、7パックぐらい買うかな、うん、ただ銀行なんで手数料はあんまり良くないと思います。多分ね、1ドルあたり3円ぐらい取られるんで、うん、多分高いよね。そうね、知らないけど、俺あんま比較しないから分かんないんだけど、うんうん、ちょっと高いけど、まあ多分高いんだけど、うん、ただ使い勝手がいいってだけで、あ、そうそう、やってるだけです。街のね、うん、あのホノルルワイキキとかにあるところでは換金すると100ドル普通に入れてくるんで、うん、いらんなとか思いながら。そうだね、
100ドルいらないんだけどって言うと、いやホテルで換金できますからって言われるんで、うん、なんか無理やり行こう、そう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 、小さいのくださいって言ってもね、くれん時があるね。 その手間考えるんだったら最初からも細かいのをなるべく持っていくって感じですね。うん、まあ、僕らは現金派なんでね、うん、あの夏希さんが現金派なんでこうしてますが、はい、まあクレジットカード派の人は、ね、うん、こんな苦労はないと思うんですけど。はい、はい、ということで今ぐしゃぐしゃにして出かける準備をしてました。はい、以上です。でもウミガメ見れましたよ、ちゃんと。あ、見れました。あのアリービーチ、そう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 、最近アリービーチいるので、うん、そうそう、よかったね。上がってました、上がってました、かわいかった、かわいかったね。アリーバが多いな。お天気が良くて良かったですよね、うん、あの、うん、年明けから3週間も、うん、長いね。あと年明け前だ、年末ぐらいからずっとなんか、うんうん、天気悪くて、うん、珍しく、あ、珍しいです、ね、3週間で長いね。そう、本当にだから来られたぐらいの時、そう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 、多分もうよかった、大丈夫だったと思う。それまでがまだちょっと雲が盛り上がるぐらいだった。うん、北の方は、あ、カエルの方やっぱりお天気コロコロ変わるですよね。風強いですよね、カエルは。風強いですね。うん、俺風が弱かった日なかったもん。そうですね、やっぱお天気変わりやすいかな。変わりやすいんだね、悪いというよりかは。あ、そうそう、悪いってわけじゃないんだよね。そう、もうさっきまで生えとったけど気づいたらもう雲が、そうそう、雲がいっぱいみたいな、もうボーンみたいな普通にあるもんね、カエルアとか行くと。昨日のカエルアはね、すっごい風も穏やかでした。穏やかで、へえ。もう雲一つない晴天でしたね。ああ、いいな。ケアラホウ、ケアラホウ、お、左。特になんか看板が出てるとかないですか？植物園なさそうだね。ないですね。ないね、これ知らんといけないね。まあ、まあ、見ていけばいいか。バス停があるでしょ。バス停あったね。うん、確か向こうから、うん、ハワイ海に、うん、ここクレーターボタニカルガーデン。ああ、一応あるね。はい、ここにはあります。じゃあこれを目印に左に曲がればまあ一応ね、来たいって人がいるかもしれないけど。そうそう、相当今まででもリクエストで、うん、5、6組、え、少な相当マイノリティだな。いやでもこれからね、弾けるかもしれない。そうそうそう、あのインスタ映えポイントとして、うん、あ、ゴルフしてる。迫力ありますよ、うん、うん。ただね、3月4月がいいプルメリアが、ね、プルメリアがある方が絶対いい、うん、楽しめると思うとね、うん、サボテンだけだとちょっと寂しいかもしれない。リゾート地の雰囲気にすごい似てるなと思って、本当にゆっくりしてて。喋ってても大丈夫？あ、いいよ全然、喋、はい、っててくださいね次は氷名方面とラニカイ、ん？ピンクピルボックスか、次は。ピンクピルボックス、マーメイド。ピンクピルボックス、なかなかあの辺はあまり治安が良くないみたいなんで、
置き引きとか、置き引き車上荒らしか、車上荒らしが多いらしいんで、行かれる方は荷物しっかりと管理された方がいいと思います。そうか、トマホーク予約すればいいのか。おお、来た、花馬湾の、綺麗。こっちの見える方いける？遠いかな？大丈夫かな？うん。トマホークか。あそこのオリジナルパンケーキハウス美味しかったですね。あ、なんだっけ？ダッチベイビー。そう、20分言われる。本当に20分かかったよ。誰20分？あとリリハベーカリー行ったかな？最近。あの穴も穴にできた、うん、結構 YouTube なんかで生放送とかでみんなの意見を聞いたりすると、生放送できるんですよ YouTube って。ライブみたいな。そうそう、ライブでもうその場でみんなとトークできるみたいな。そうなんだ。それで結構みんなの意見とか聞いたりとかして、はい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 、リリハ行ってくださいみたいな。そうそうそう。じゃあ行きますとかって。結構ね、皆さん、うん、おすすめしてくれて、人からの情報とかで。そう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 。あとハニークリームパイナップルを言う人がめちゃくちゃ多かった。あれ食べましたよ、フードランドで買って。フードランド出てました？うん、売ってました売ってました。うん、わあすごい。あ、花馬ベーガ。丸見え。うん。あ、行きます？行けるのかな？花馬ベイ。金曜日の9時40分だけど、結構並んでますね。入れないぐらい。だってまだ入ることできない。まだ。時半過ぎなのよ。夏はもっと混むみたいですよ。今日は天気いいか余計だよね。ウーバーだ。ウーバーだとか言ってた。花馬湾の入り口の右側にある展望台、うん、来ました。初めて来ました、ここ。こっちが大型の。おお、すごい。あっつー。花馬ベイ綺麗だな。ここ見るとすごいですよね。ここ見ると綺麗ですよね。なんか下に行くとそうでもなかった気がするんだけど。いや、でも綺麗だった。シュノーケルはめちゃくちゃ良かった。そうか、午前中の方が透明度はやっぱり。あ、やっぱそうか。午後行くとどうしても人も見えるし、確かに濁ってきます。あそこ気持ちいいだろうな。来た時はちょっと波があった。今日は波も穏やかだからいいね。なんか波酔いした記憶があるから結構こうやって揺れて、なんかでもすごい長いこと走ってたよね。なんか楽しくてすごい遠くまで行っちゃうだから、頑張らなきゃいけない時期があるので。そうなんだよね。まだまだなんで仕事、それが落ち着いた時期。今んとこね、35ぐらいまでは仕事はちゃんとやるんだけど、仕事をちゃんとやるような感じなんだよね。
なるなあ。フラダンス踊らなあかんのに。フラ？結構視聴者さんから、奥さんが踊れるんだけど、地元でも教えてるぐらい。あ、そうなんだ。なんかフラやってたら足腰鍛えられそうな。ギク。ギク。僕もそう思うんですけど。また違う筋肉が違うのかな。なんか。まあ、毎日踊ってるわけじゃないもんね。フラはね、1回2回ぐらい体験で行ったことがあって、なんて難しいんだと思います。すごいな、その台本に。しかもなんか手でもやってくれるフラは来たと思って。いやー、しまったか。なんだ、こっちこっち。ああ、いやー、いやー、確かになかなかない。こんなファンキーなのなかなかない。ないですよね。確かにゲーセンみたいな。確かに。あれすごい、コーンもその行っちゃうんだ。え、前の車コーン積んでますよ。本当だ。適当だな。こうしたら自動で動いてるじゃん。なんかあれだね、ディズニーのアトラクションみたいだね。はい、ニュートラルにして。面白い。アトラクション状態。いらんけどね。そう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 。あまり役に立たないですけど。ちょっと。あ、もしかしたら。ハワイの。ハワイの。確かに。かなりマニアック。カニヤにかなりマニアックな情報だった。